あさってデビューします。東京メトロはあさって25日から日比谷線で新型車両1万3000系の営業運転を本格的にスタートします。現在日比谷線で運転されている03系電車は2020年度までにすべて1万3000系に置き換わる予定です。はい、ということですが、渡辺さんいかがでしょうか。はい、ね、まあ、これから今後2020年度だから2021年のこのぐらいの時期までに、03系を徐々に置き換えてということなんですが、まあ、そこまであと、4年間なんですが、はい、結構ね、あの車両の、1万3000系自体は、20メートル1両がで、03系が確か18メートルかな。だから車両の長さは違う、ドアの位置はバラバラだ。でこの4年間はいろいろ不便な、利用する方はちょっと、ね、電車によって位置が違ったり本当に車両の長さも違ったりするんで不便だったりするんですが、まあね、これが置き換わったらやっと日比谷線にも本格的にホームドアが入るという感じになると思うんで、まあ、そこまでのまあ我慢というかね、まあ、はい、間の期間なんでね、逆にいろんな車両が来て面白いと楽しんファンだったらね、うん、楽しんでもらえるかなみたいな感じだと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。